西成金ちゃんのわっしょい TV。 はい、西成金ちゃんです。今日は和歌山県和歌山市中之島1288、居酒屋ひなの、居酒屋ひなのさん、いつもね和歌山のアロチ店淡路屋にね、来てくれてるお客さん、居酒屋やってるから飲みに来てや、行くわ言うたから、まあまあちょっと撮ってみようかなみたいな。俺何がアメインかも全然分かってない、ほんまに分かってない。何が置いてるのか、ただの漬物なんかもしれんし、おにぎりなんかも分かれんし、ただのドッグフードかも分かれん。だけどとりあえずちょっと一回行ってみようかな思って。ちょっと行こう。これこんな感じな店でもね、ここ殺風景ちょっとね、何もない。右も左も見て、はいない、はい左、はい踏切はしとえ踏切はしとえ、こんな感じで行こうや。こんばんは。何何何いらっしゃいませ。いらっしゃいませってお前やってるか。柄悪だろ。そんなことない、そんなことない。このおっさん柄悪ない。ドラケン柄悪いよ。俺の大師友達です、はい、あっちゃんです、ね、奥さんのミナちゃんです、はい、これ誰、このちびこギャグ。なんでちびこギャグみたいな。誰よお前、誰なの。子供、金ちゃんの子供。疲れお前、いい声で。お前、歳なの。35やろ。俺何歳の時お前、あいつだよ。俺お前49や。俺お前14歳。俺生もらおうかな。俺もはい、販売しようよ。はい、今だここの店のね、あのバカ息子というか親の前でそういうこと言うな。お前は謝れ、お母さんに謝れ。どういたしましょう。わしゃい。あ、ありがとうございます。あ、エースです。お疲れ。ちょっとの間お酒やめとってんけどな。何そのカメラこっち持って飲めっていうこと、ガツンと。いつもみたいなことはしません。この頃ねお酒飲むと絶対もうちょっといろいろ肝臓気にして、こいつはね言ってます、こいつを言っちゃってます。まあ、もうこれはもう欠かさず飲んでます。へなくんちゃう。あのババほんま変な癖。お前ここにヘパリゼって書いとるわアホ。これ肝臓って書いとるわお前。シャブリゼお前甲賀の会社に謝っときよ。もうこれは絶対飲んで。あの一番向こうのね、あのべっぴんさんかどうか分からへんけど、あの一番お姉さんあるでしょ向こうの、はい、立てこもり事件を起こすんですよ、すぐ。どういうことですか。お前、あ、和歌山アロッチェンの淡路屋、はい、で、まああのまあ、シャンパン出していただいて、2、3本目行った日にはもう喋っとったなぁ思ったら急にトコトコっておトイレ行こうわって普通に行ってへん、はい、出てきて何時間出てこなかった。帰るまで何時間って。いや帰るまで言うか、もうこの旦那さんが表出てもう待ってんのに、それでもまた表で30分ぐらい出てけへん。なんか居心地よかったんじゃん、あのトイレが。そうやね、ええねんけど、この鍵開けようかって、一応女の人やからこの勝手に開けられへん、もう脱いでるとこはやばいやんか。だから俺もできへん、誰も開けない。当時男のスタッフ別れたら誰も開けない。きつかったわお前、あのババロ。お前開けてくれたよかった。開けてやるか。お前旦那女さんもできるか。わしゃい。これあれやわ、継ぎ出し。これ若竹ね、竹の子。あ、優しい味や、優しい。うまいや。これお母さん。うまい。取り立てたけど。まあ、柔らかい、美味しい竹の子。めちゃめちゃ柔らかいし、味がまず優しい。とんがってない。お母さんも優しそうや。お母さん優しそうや。で、これが鶏ささみときゅうりの和え物。あれやな、俺の好きなやつや。あ、うまい。はい、うまい。俺はもうこれにも絶対に。そうなんですよ、今ね。今言うとして黙っとるよ、お前。今言う思ったよ。今言う思ったよ。
しゃべれなくて大だろか子供の前で言うなこれそうそうこれはね絶対にこれうまいからうまいこれは一番のおすすめなのおでんおでんですおでんお姉ちゃん特製のだし巻きあとお姉ちゃんお姉ちゃんって言うんかなあとおすすめはやろ私も言うてくれたお姉ちゃんお姉ちゃん、うん、私かどこやってんのあのねあなたはもうおすすめできないもう一応旦那さんいてるんででも俺的にはおすすめはやろお母さん呼びよしかけこの前このメンバーで飲みに行って金ちゃんごめんな俺ちょっと酔うてるし寝てもうたらごめんなって言うといて店入って30秒で寝よって乾杯も何も注文せずほんで重くそいびき行っとってほんでそのノリの音が変わった瞬間足だけそんなやつおるあれはすごいでなあれ撮りたかったよもう俺いやほんまやでリズム取ったもんマジ、うん、起きちゃうかなと思ったいや俺そう思うんだよほんで足止まったな思ったら普通に金ちゃん歌ってる時がもう気持ちよさそうにめっちゃビンガイなそうやろやばいでなわしゃいこれは使ってるうまい絶対これはうまいあ、ありがとう絶対うまいこれ絶対うまい絶対うまいもう何なら揚げたくないもんな、俺無理無理無理それは無理あかんの見て、これ大根の色大根の色、このはんぺんの色見て、こんだけしょんねやろ何も何もつけんのチェーンやそれで入れるみかなと思った1個やる気ばうまいうまいうまいいや、うん、最高やめっちゃうまいおい、食べてみこれどうどうどううまい俺口の中でとあそう女の先あそう言うバカ野郎お前バカお前筋やろこれやらかこれ筋肉もええ筋肉使ってるうん、美味しいね国産使ってる絶対国産でしょ絶対これ国産ほら国産僕もおでん炊くときねいつももう決まって飛騨牛の筋うちの和歌山だけやけど淡路屋の肉丼も誰も聞いてない飛騨牛の飛騨牛のお肉です、うん、飯食ってたよ飯食ってた食べますねさっきだってうどんとご飯食べたもんねわっしゃいなあこのここはお刺身あるお刺身ある何あるホッケホッケはいこれは俺からのホッケ俺からのホッケよかったら食べてこれ合わせるからホッケの姿作りすごいこれすごい初めて食べるねえ食べたことないホッケの刺身自体がうん。まあ一回みんな食べて、うん、醤油あんまりうまない思うけどわさびあるいや俺さっき卵パクって卵好きやな俺卵麺をいただくなんかアップサイバーの本校とか何やらなんでいただくもうなんか俺作るおでんめっちゃ似てんねんけどうまおでんほん食べたことあるやろあれねじゃあマジマジあ、うまい見てない見てるなぁこれ知ってるから見てくれまずうまい最高いただきますこれいけるわいただきますよ、前に食べたどうも、今日はおいしい何なんこの甘さうまいよ初めて食べたのうまいよ
甘いやろ、甘い、甘くってなんかとろっとすんねん。甘い、あ、初めて食べた。あなたらお母ちゃんの向こう食べさせたって。お母ちゃん、あ、お母ちゃん、あいさちゃんも食べる。お母ちゃんも、はい、おば、うちの嫁さんちょっとあの生もん苦手なんですよ。あ、そうなの。あら、いただく。いただきたい。うまいわ。え、海魚？甘い。池ではないわな。うん、池ではない。なんかこう、初めて食べた。ミート感じゃなくて、トマト感みたいな。うん。もっと甘いの。甘い。うん。美味しいよ。何？何事？何事？何が詰まったん？大丈夫か？大丈夫か？今日はね、あっちゃん多分悪い薬やってんじゃん。やめなさいよ、その言うの、はい、やってんの嫁やんのほうがいいなんでわっしゃい。おばあちゃん、あのね、おでん、これ俺も自信あって、おでん結構俺作れて見たんだよ、ほんま。僕はね、まあまあそうの、僕は自分のところうどんの出汁を濃いめに炊いて、で、青出汁も全部入って、でそこからまあまあザラメ、ザラメを放り込んで炊き込んで、でもう最初に牛すじ大量に、大体これぐらいの、これぐらいの茶色いあの鍋やるでしょ、あれで大体5キロの筋肉入れて、でそこで炊いていく。で、その隣のところへ、私はね、大好きになってんだけど、それ1ヶ月分。うわ、うまいわ。結構俺のやつ見てるな。全然見てます。ちょうどこれぐらいの甘さやな。なんかそんな気がするけど。久しぶりに食べたいです。なあ、なんでそれ作れ言うてんの俺に。お願いします。じゃあ、それ。もも食べてみたいな。じゃあ、もうそれ。私も食べてみたい。一個言うていい？うん、何？俺がこっち来てね、おでん作れんか、うん、作った時に誰も頼む注文して食えんやったえ、それ私行った時に置いとくよ。ごめんなさい。そんな風に連絡くれんだろ。な、すぐやって昔のヤンキーみたいなこと言ってくれやろ。怖いですね。怖いよ。あれヤンキーじゃん、モンキーや。あ、モンキーわっしゃい。なんかあいつやろう思ったで、こいつ。とりあえずね、シャンパン飲めって言われた。おシャンパン飲めよ。めっちゃグラスこの間周年やったんで、ああそれのシャンパン。ありがとうございます。いただきます。開けれや。遅いな。開けれや。開けられてないな。息子が開けれやんかったら父だ。お父さん。まあまあ高いよ。もうこっからいけんじゃん、お前。もうこっからお前飲むけど。これでいかれるのでだいぶアホやで。ありがとうございます。ナイス。やっぱアホ。なあ、俺だいぶ行ったのに。でも確かに硬かった。ありがとうございます。みんなで、乾杯しましょう。で、なんかピーピー言うてて。端っこのお兄さん、ちょっと映っても大丈夫ですか？あ、全然です。大丈夫ですか？はい。このね、このカレー。この前お店行かしてもらって、ああ、バーやってるね。はい。若者のどこやったっけ、あれ？アロチなの？アロチの近くの吉田になるんです。吉田？はい。なんていうお店やったの？レスカールです。レスカールやってる。ここのお店も崩れて美味しかった。いろいろお酒。ここのね、パスタが美味しい。パスタ？パスタ。この野郎。美味しい。食べれないやろ？じゃ、俺もパスタ自信あんねん。何か負けないか、マウント取ってくんねえよ、もう。じゃ、この頃なパスタにこだわってて、俺。めっちゃムール貝とかいろいろやってんの、俺。ほんまほんま。あ、でもなあ、レイ君のパスタはほんまおすすめ。いいか、いいか、食べに行くわ、うん、なあ、どないする、レトロとかかけとったらそらないな。いや、でも一回行きます、まだ。でもいいお店、カラオケもあって、へぇよかった。そうだね、唐揚げなんか光ってんだよ、これ。そう、光らしてる、僕が。はい、僕が僕がじゃないな、多分全違いな。多分な、下からな、なんかこう光るグラスです、うん。僕が光らしてる言うてるから違う、それは間違い。電池が光らしてる。電池悩まんとけよ。何色がいい？別に何でもええ。じゃあ、あえてもらせんか。タレ君が緑。だけど僕緑好き。それだ、聞くなっちゃう。聞くなっちゃう。おめでとう。おめでとうございます。うまい。
飲みやすいな。うまい。知らんど。おいおい、もう知らんど言うてもてんで。知らんど。あと立てこもり事件発生する。ここのお店やったら立てこもってよ。なんもでも。トランクに立てこもるからよ。誰の？俺やの？やめて。あんの大阪まで連れてからやんだお前。めっちゃ金かかりそうじゃない。なあ。わしゃい。多分な、あっちゃんはまあ俺のこと信用してくれるのか、それなんもないんだけど、それで帰って、もう、この最後で飯食わせ、何食わせ、な、あれ飲ませろ、これ飲ませろ、ね、もう帰るときちゃんと我が物送ってこい、車で。正解。イライラするやろ。あれやな、あっちゃんのとこの、娘さんが何かもお店やったんやな。そう。なんていうお店やった？五右衛門。五右衛門やって。五右衛門、五右衛門行こう行こう、嵐に行こうで行きましょう。逆に今度トイレ立てこもった。五右衛門って何屋さんなの？居酒屋。大衆居酒屋。住所は和歌山市善明寺。善明寺やってる。まだ今度多分取るわ。取る。今流行っちゃうの。ええやんな。よっぽど料理が美味しいのか何なのか。場所ちゃう。あ、場所な。何がメインなの？メインおすすめ、うん、俺言うわけでええんかな。いいんちゃう。俺こんなん言うてお前よ、お前よう考えてもらえよ。もし間違ったらもしバチとかやろ。そう嫁によ。こんなやつやろ。五右衛門のようか、自分的には何がいい。俺的に生肉があるから。生肉、うん、あ、馬刺しとかああいう系。馬刺しはない。間違ってる。はい、間違ってる。はい、もう怒られて、もう怒られて。これ日本全国読めて強いよな。もつ鍋。はい、もつ鍋。もつ鍋やって。うん、でもユッケとかめっちゃ美味しい。馬のユッケ。うん。何のユッケ？牛で。あんまそれはもう全然あれやん、レバーじゃないから大丈夫やな。うん、ユッケとして出してるかな。うん、結構メニューなんかいろいろあるよな。俺はな、結構何がおすすめと思うね。なんか人それぞれいっぱいいろいろあるけど。でも、私あの牛なんかの牛牛かな。たたき。たたき。うん。わしゃい。どこだ。でも大丈夫。ピンじゃん、あの唐揚げの唐揚げマイスターって思ってる。ゆうや。お前あんまりハード上げたんだ。お母さん。なら別にあれやんな、マイスターどうでもええな。お母さんやったらなあ、お母の味やんな。味付けて帰ってんなあ、あのバカタレが。いやでもまあまあ美味しかったら別に問題ない。なんで名前はひなのっていう。うちの一番下の。マジで？すごいな。まだ言ってない。あんま言ってない。子供の。子供の名前。カズマとあのこの。と、父さんとの一番下の、あ、1個もらいます。ごめん、あちゃん。唐揚げマイスターの、うん、美味しそうって言うてるけど、実はお母さんという。唐揚げマイスターのお母さん。絶対もう熱いやんか、無理やわ。残っちゃう、残っちゃう。飲め。めちゃめちゃいいよ。熱い。そう。うまい。で、唐揚げうまい。大体僕来るときこっち一緒に飲もうや。めちゃくちゃ熱いだよ。熱っ。汁飛んできた。わしゃい。できた。はい。できた。お。カズマ特製チャーハン。怖いな。もうなんかいまいちやな。あれが怖いな。あった。じゃあな。絶対思うかな。実食。実食。いただきます。味見た？見てない。見てないんかい。どういうこと？おいしい。よかった。よかった。もうシンプルなチャーハンやけど。
あ、でもシンプルが一番いい。そう、シンプルが一番チャーハンは美味しい。ほんまに基本焼き飯とかチャーハンって、うん、味ちょっと薄いんちゃうっていうぐらいがいい。あ、そうそうそう、それが一番いい。笑ってんの、あんたほんま。味最初に濃いく一発目、あ、うまって言うてもらったら、あとしんどい。なあ、基本はやっぱり味薄め、うん、で、分かってんのも俺濃いね。俺は酒のアテンドしてるってことから。ああ、優しくやるよ。まだシャンパンいただきました。榎本さんから。榎本さん。エロじゃなくて。エロ。でちなみに榎本さんでレイ君も榎本さん。友達なん。今橋本なんですけど。友達。あやっぱ知り合いです。僕ら仲良い。はい。何榎本さんの話。今日は。途中まで。途中まで。この間な、もう下から叩いちゃった。めっちゃ硬い、今回。え、まず開けへん。硬い。手滑る。めっちゃ硬かったね。硬そうやな、それ。めちゃくちゃ。おだよ。ありがとうございます。おさげてください。オレンジ。オレンジやと。何色やろ。まあ、ピンクかな。あ、ピンク。赤か。シンプル。うん。で、紫。紫金ちゃんだ。これ。いただきます。あ、出す。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まさか居酒屋でシャンパン飲むの。また美味しい。酔うで。あ、それがまあうまい、居酒屋のシャンパンがうまい。まああんまり出ることないけど、シャンパン。わっしょい。メディアする。わっしょい。持たされちゃう。黒竹のご飯。どうやつ。うまい。これあるうちに。誰が作った。なんかあれみたいな。またおかんやぞ。まずはな。お母さん、これ似てる。初めて炊いたんや。何を炊くのご飯？茶色い粒。カッコントみたいな。カッコントみたいな匂い。まあまあでもうまそうに行こうから、うまそうやろ。一口金じゃん、もうだったよ。ないわ。あのメソンだ。なんかね。何でも色してたんだな。うまそう。アルコールのやつ大変だから色がもう物語ってる。今日濃いめしに洗っとく。もう十分ちゃんと映ってますよ。おばが濃いめしに。なんかその親も結構映ってる。親やった子供のえぐいやろ。誰が乗ってるあっちゃんに。わっしゃい。構いません。すごいあなたじゃん。すごい追い立つね。なあ。あ、構いません。出た。取ってる？取ってる。見てこのか。ああ、何か怖い。ああ、震える。はい、飲んで。カラーみたいな。当たらんの。ごめん、言うたりやん。顔かわいいやろ。でもやることいいやろ。なあ、これがほんの酒飲んでよ。ある意味、若い者の坂田恵子でこれ。いや、いいです。あとちょっと片手ですのせい。分かってんだよ、両手つまんがい。はい、そうや。あれがほんまの和歌山名物、あるじの酒焼くぞー。怖いやろ。でもええ人やん。え、まだ飲んでないの。飲んでますか。あのね、ビールをこう行きやすくちょっと当てかもして、これ1個だけな。お母さんのこと辛く美味しい。
もう酔ってんの？いや、全然ピンク聞いた今全然酔ってないわ、なんか全然酔ってはよかれ今入れたばっかやもう免疫出しちゃおう免疫出しちゃおう相手が間違ってるよ、相手酔ってますわ酔わよ今日でも頑張ってるわ今日も頑張ってる頑張ってるビール何杯も言っておこう、すごいシャンパンも飲んでるしお酒飲めやんのよ俺ですよ初めて飲んだお酒じゃあなんか、ちょっと待って、もしそうだあのババほんま二階堂水割りはいいですか。はい。わしゃい。何作ってるんですか。コーンの天ぷら。何の天ぷら。コーン。コーン。お姉さんがコーンの天ぷら美味しい甘い。トウモコロシ。知ってるか。まあトウコロも知ってるから。トウモコロシ。トウモコロシ。トウモコロシ。ちょっとね障害があるみたいね。お前は絶対やないかいはい、ありがとう二階堂水割り、はい、トウモロシトウモロシトウモロシ1年ぶりトウモロシモートロコシコーンコーンそこは発音あれじゃんコーンのフライこれでこれで何か実は30分だ1時間1時間3つ時間違うんよ寄り添ってくんいちゃこいとんねんおいちゃこいとんねんおい S と M やからどっちが私は突き放すんあんな嫁嫌やあんな嫁嫌や怖いトウモロコシ。トウモロコシ。あ、おいしい。あ、ええわ、これうまい。うまい。トウモロコの天ぷらうまいな。言い訳せんでいいよ。乾杯は？はいよ。はしゃいは？はしゃい。乾杯バニー。バニー考えな。バニー今度行くんやな。ちょっと待ってよ。鏡にしてる。お母さん。鏡見つけてます。ええ、こいさ。お母さんバニーになる。ちょっとプラス1000円いただかないんだけど。お母さんバニーな。いいんじゃないかな。ババニー。ちょっと1個だけ言うていい？な。楽しいかもしれない。あ、分かった。けど、あ、金ちゃん、盗撮してる人おる。どこや、盗撮は。私のバニーみたいだし。切ったな。怒られる人、今の聞こえてるっすよ。聞こえてくれてね。おばはん呼んでるかも、分かってない。乾杯バニーで、おまんで言うてる。びっくりくりくりやな。俺も嫌やわ。いや、でも見たい。見たいか。見たいか。見たいか。うふふふふちゃうね、ほんま。俺も見たい。あちゃん、正直で見たい。かわいい、なんだやろ。仲いいな。仲いいです。めちゃくちゃ仲いい。嫁のバニーちゃん姿見たいって言えるってだいぶ愛してるでわしゃい飲むぞ、言って飲むぞはい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 飲まんかい、ほんまやで金ちゃん、むっちゃいじめられてんだじゃあ、来いだから言うてるやん旦那がっちゃんでよかったえ
あずし君の友達でよかった。これかな、だからあっちゃんがなんか、なんかでこう離婚したり、あっちゃんが病気でとか事故でなんか亡くなったりするやん、あっちゃんがもうこっち頼むわって言うたとしても、俺はもう1ヶ月にたった1回で、1ヶ月に1回家ちょっといて、あっちゃんの線香合わせてな、ご飯ごちそうだってもう酒飲まんとかあるから。じゃあご飯ごちそうなのじゃん、ごちそうせなあかんよ。おかしい、逆やって。すごいな、逆なごちそうせなあかんねえから。あっちゃん、やっぱストレスたまらんか。どうで、ちょっと待って、だからハゲてきておかしないの。修正、皆さん修正、今の幸せいっぱいやろ。さっき言ったら、後ろ揃ったなって言ってた。言ってて、おい、あっちゃん言ってたよ。幸せいっぱい、ハゲいっぱい言って言うとこない。え？ストレスもいっぱいだし、言うとこない。え、ストレス溜まってるのか。いや、溜まってないの。今日出せ。リアルタイム、リアルタイム。これはね、でもね、ネタやで、ほんま。ネタで、フリで売ってんねんで、普段こんなんちゃうんですよ。そのまま、絶対そのままこれ。もう帰ろう、もう帰ろう、終わろう。すみません、今日はありがとうございました。おっしゃい、おっしゃい、おっしゃい。メディアする。持たされちゃう。黒竹のご飯。うまい。これあるうちに。誰が作った？あれみたいな。またおかえんのこれ。まずはな、お母さん奥に行ける。初めて炊いたんやけど。何？竹のご飯？茶色い。カッコントみたいな。まあまあでもうまそうに行こうから、うまそうやな。一口で銀じゃもらったよ。なあ、俺もちょっと。ないわ。ないわ。あのメソブタ。なんかね。でもええ色してたもんな。なんかそのもうそう、うんが、色がもう物語で。証拠隠滅に洗っとく。もう十分ちゃんと売ってますよ、おばが。証拠隠滅。なんか、その親も、待ってる結構、売ってる。この親やった子供の。えぐいやろ。誰が乗ってるの？それを全部信じる。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 わしゃい。よいしょ。ありがとう。かまいません。すごいあなたじゃん。すごい。かまいません。出た。見てこうか。私が怖い。ああ、震える。あれのね。ブルが普通にバーみたいな。当たらんの。顔可愛いやろ。でもやることいいやろ。なあ、これがほんまの酒飲んでよ。ある意味、若い者の坂田敬子でこれ。いや、いいです。あとちょっと片手ですいません。いや、分かってんだよ、両手つまんがい。あやだね。はい。そうや。あれがほんまの和歌山名物、主の酒焼くぞ。怖いやろ。でも、ええ人やねん。え、まだ飲んでないの？飲んでますから。あのね、ビールをこう行きやすくちょっと当てっかもして、これ一個だけな。お母さんのこと体が落ちてる。カズちゃん、これ忘れてるの？お前、酔ってんの？いや、全然ビール聞いた、今酔ってないわ、まだ全然やつ。今入れたばっかりや。
う免疫出しちゃおう。免疫出しちゃおう。相手が間違ってるよ、相手が。酔ってますわ。酔わよ。今日でも頑張ってるわ。今日飲んでる。頑張ってる。ビールの前も言ってるからすごい。シャンパンも飲んでるし。お酒飲めやんの俺でしょ。初めて飲んだ俺。じゃあなんか、ちょっと待って、蒸し飲んだ。あの子はほんま二階堂水割りはいいですか。はい、わっしゃい。何作ってるんですか。コーンの天ぷら。なるほど。コーン、コーン、コーン、お姉さんがコーンの天ぷらが美味しい。甘いトウモコロシ知ってるか。今トウコロも知れたトウモコロシ、トウモコロシノックトウモコロシ言われてちょっとね、障害があるみたいで。え、私お前は絶対やないかい。ラミちゃん、はい、ありがとう。はいよ。トウモロシ、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 モウトロコシ、コーン、コーン、そこは発音あるじゃん。コーンのフライ。これでもこれで先生なんか結構ただ行くだけつってみっちり取るんですよ。これ私実は30分だ、1時間1時間違うんやん、寄り添ってくんだよ。いやいやいや、今頃はちゃんこいどんだよ。 S と M やから。どっちですか。あんな嫁嫌や、怖い。トウモロコシ、トウモロコシ、あ、おいしい。あ、ええわ、これ、うまい。うまい。トウモロコの天ぷらうまい。言い訳せんでいいよ。乾杯は？はいよ。乾杯は？乾杯！乾杯、バニー。バニー、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 バニちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、お母さん鏡用意して。お母さん、お母さん、耳つけてます。ええ、こいさ。お母さん、マニーあるね。ちょっとプラス1000円いただかないけど、ちょっと長いけど。お母さん、マニーな。いいんじゃないかな。バーバリー、ちょっと1個だけ言うていい？な。楽しいかもしれない。あ、分かった。けどあれ金ちゃん盗撮してる人おる。ここやん、ここやん、どうなの。私のマニーみたいだし。きったな。怒られる人、今の聞こえてるっすよ。聞こえてるっすよ。おばはん踊るかもう分かんない。乾杯マニー言うてよ、おばんで言うてよ。びっくりくりくりやな。俺も嫌やわ。いや、でも見たい。見たいか。見たいか。見たいか。ちゃうだよ、ほんま。俺も見たい。あちゃん、正直で見たい。正直で見たい。見たい。かわいい、なんだやろ。仲ええな。仲いいです、めちゃくちゃ仲いい。嫁のバニーちゃん姿みたいって言えるってだいぶ愛してるで。わっしゃい、飲むぞ、飲むぞ。はいはいはい、えいえいえい、飲まんかい。乾杯したら飲まんかい、ほんまやで。いいじゃん、もっちゃいじめられてる。じゃあ、こうやって。だから言うてるやん、旦那があったんでよかったやん。えぇ、もう、そう、あ、そう、そう、そう、友達でよかった。いいじゃん、これかな。だからあっちゃんがなんかでこう離婚したり、うん、あっちゃんが病気でとか事故でなんか亡くなったりするやん、うん、あっちゃんがもうこっち頼むわって言うたとしても、俺はもう1ヶ月にたった1回で、1ヶ月に1回家ちょっといて、あっちゃんの線香合わせてな、ご飯ごちそうだって、もう酒飲まんとかあるから。いや、ご飯ごちそうなのじゃん、ごちそうせなあかんよ。
やくやつ。すごいね。やくやくな。ごちそうせなあかんねえから。あちゃん、お前ストレスたまらんか。ちょっと待って、だからハゲてきておかしないの。修正修正皆さん修正今。幸せいっぱいやる。さっきが銀ちゃん、後ろ揃ったなって言ってた。言ってて、おい、あちゃん言うて。幸せいっぱい、ハゲいっぱい言うて言うぞ。え？ストレスもいっぱいだし言うぞ。ストレス溜まってんのか？いや、ステージだけです。溜まってないの？今出してん。リアルタイム、リアルタイム。これはね、でもね、ネタやで、ほんま。ネタで、振りで売ってんだよね。普段こんなんちゃう。そのままそのまま絶対そのままもう帰ろう、もう帰ろう、終わろう、終わろう、すみません、今日はありがとうございました。すみません、しょいしょい。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録とね、高評価、コメントもよろしくお願いします。概要欄も見てな、絶対やで。おしょい。